さあ左のダブルか右か、いいパンチの応酬です。チャンピオンのパンチが当たっています。さあ右ダメ、さあ弁護士だった、左でチャンスをつかんで、その後連打、足池原立ち上がりました。スタミナがあります。チャンピオンが圧倒的に攻めていますが、池原応戦、さあ右そして左、手をじっと見てチャンピオンがカードのチャンスを伺います。日本ジュニアフェザー級チャンピオン六車拓也、昭和56年4月デビュー以来、昨年9月の池原の防衛戦まで無敵の18連勝、現役では日本最高、そのうちノックアウト勝ちが12というハードパンチャー、世界タイトルを狙う無敗のボクサー。庶民の町大阪、その中でも最も庶民的な町といわれる京橋、国鉄京橋駅近くに大阪帝拳ジムがある。日本でも有数の名門ジムだが、ジムの広さはわずか100平方メートル。この狭いジムにプロボクサーが12人、プロの卵である練習生が60人、合わせて72人が夜遅くまで入れ替わり立ち替わりやってきて、毎日トレーニングを続ける。ラーメン屋の出前を終えてくる者、学生服姿で来る者、みんなボクシングに夢を追う若者たちだ。大学でちょっとやってて大学辞めたから、それでどこの大学行くの？日体大に。おお、こんな経験者やな。経験でもほら4月から8月ぐらいまで挨拶厳しいからな、必ず帰る時にお願いします、帰る時にどうもありがとうございます、失礼します、挨拶ちゃんと挨拶できる人間は人間形成もするからな。プロのジムだから毎日毎日ジムには新しい練習生が入ってくる。世界チャンピオンに憧れるやつ、失恋のショックで来るやつ、いろんな若者が来る。しかし厳しく単調な練習に耐え長続きするものは本当に少ない。お願いします。はい、山野、長い、山野、山野な、覚えてるよ、山野、長いさるよ。日本チャンピオン六車拓也も6年前の大学1年生の時、世界チャンピオンに憧れて大阪帝拳に入門した。帝拳には WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン渡辺二郎がいる。現在日本でただ一人の世界チャンピオン、西原健二トレーナー、六車をマンツーマンで教え育ててきた、この道一筋のベテラントレーナーだ。組織的にはどんなもんですかね、ムグルマとは。ここまではまあ順調に僕自身も来ると思ってましたですから、初めて会ってまあ5年になるんですか。でそれで見た時に、まあ、全日本新人王で取ろうと思って、まあ、子供の時にね、最初、まあ、たくさんお芝居が来るでしょ。で来るけど、あのこの子と一緒でやっぱし新人王取れるなと、であのベルト取れるなって気があったからね、黙っても一人でこつこつしごいたんです。でやっぱり全日本の栄光を得て、でやっぱりもう嬉しかったのが、試合勝った時先生って抱きついてきよったやつ、嬉しくってその苦しさ忘れてしまうからね、そういう面でやっぱりそれから子供から見た頃だからやっぱり楽しいです。ムグルマ君ほどの素質持ってる人った、やっぱりそうですね、世界チャンピオンの確率ざっと計算したら180万に1人ぐらいですかね。100万に1人って言いますけど、ちょっと無理でんじゃない。彼なんかにとってやっぱりその100万の人の人材ですから、せっかくこういう選手に会えたから、まあ自分自身もボクシング好きだしね、彼も人間的に好きだから、やっぱ生かしてやったですね。来た時に、ただ来た時にな、あ
外して打つのよ。世界チャンピオン渡辺二郎は六車にとって良き先輩であり大きな目標だ。とにかく打ってきた時に合わせて打つ、外して打つじゃ遅いな。合わせて打つ全身、合わせて打つ全身戦。ただたったかたったか忙しないよ相手は。打てたくなしってこと。渡辺はボクシングはセンスだと言う。緻密な計算のないボクシングでは長続きしないと渡辺は常に無車に教える。それで接近していた。有名になりたいですし、やっぱり世界チャンピオンはお金がねたくさんもらえるいうのがねありますからね。まあやっぱ初めて中学の時でもね、やっぱりこうボクシングのプロで余計お金もらえるねんな思ってね、やんのやったらどっちみちそういう信頼を召してやんのやったらね、買ってお金もらう方がええわ思ってね。やっぱプロのあるスポーツやりたかったし、ほんでボクシングはまた世界チャンピオンでごっついもらえますからね。ほんで世界チャンピオンのなりたいな思いますね。そういうお金の面と有名になる面と両方ですね。六車拓也は家族3人とともに大阪守口市に住む。自宅1階の作業場で父、母、弟の3人がニットシャツなどを作る縫製業を営んでいる。父親の隆さんは根気のいる仕事をコツコツと続けてきた職人かたぎの人だ。母親の安子さん、家の仕事を手伝いながら2人の子供を育ててきた。弟の吉野、ボクシングに打ち込む兄に代わって高校卒業後家業を継いで働いてきた。ボクサーは世界チャンピオン以外経済的に恵まれない。日本チャンピオンでも一試合のファイトマネーが手取りで50万円ほど。六車は今でも親のすねかじりだ。今となったらね、やっぱりせっかくねここまであれしたんやから、あの世界チャンピオンになってほしいですけどね、なかなか難しいですわね。あのなってほしいのはやっぱり皆が望んでるんやけども、その反面やっぱりあのフランスなんかであれでしょ、あのボクシング禁止とか、ね、この前新聞出てましたね。あんなんで見たらもう頭悪なってあれしたらもうあかんし、早をやめてほしい、身内としたらね、やっぱりアホに習ううちにどつかれて、勝ってる間はまあどつかれへんけどね、最後負けるとこはやっぱり見たないからね。やっぱノックアウトされるシーンというのはやっぱり、やっぱりね見たくない。そんなことやっぱ考えます。やっぱりもう最後は負けますわね。みんなだんだんと、あの今はまだ若いですけど、 いつまでぐらいできるか知りませんけどね、最後の姿は見たないですね。月に一度大阪帝拳ではスパーリング大会が行われる。練習生が初めてリングで実戦をやる機会だ。殴られる恐怖に途中で逃げ出す練習生もいるという。ボクシングというよりはまだ殴り合いに近い。ボクサーらしいパンチが出るまでにはまだ長い期間がかかる。しかし渡辺にも六車にもこんな時代があった。疲れた。どうやって始めたのスパーリングは。しんどかったです。よう頑張ったでしょ。途中もバトったんじゃん。またやりたい。いや、しんどかった。ことをやりたないし。はい。ボクシングほど長く苦しいトレーニングが必要なスポーツもない。怠けたい、サボりたいという気持ちに打ち勝つことが大切だ。いけるか。広島クソ田舎から出てきてうどん屋に就職して
走りもせんと何しに来たの。え、もう帰ってもらうね、中に。え、走ってません。ボクシングするのにな、朝ロードワークする、みんな仕事持ってね、私も仕事持ってね、朝5時から仕事して、え、ロードワークしてません。こんなスパーリングして走る。広島出身の練習生は残ったが、もう一人の練習生は翌日荷物を畳んで故郷の岩手県へ帰っていった。プロボクサーになるためにはプロテストに合格しなければならない。今日はそのテストの日だ。2ラウンドのスパーリングが行われ、基本に忠実なパンチが出せるかなど技術面がテストされる。大阪帝拳から練習生石橋文雄が受験していた。合格率は8割以上だが、受験生には厳しい試練だ。はい、よろしい。番号お願いします。20番石橋です、はい、よろしくお願いします。入ってください。はい、よろしいですか。昨年の4月、家出同然に山口県の家を飛び出した石橋。単調な農作業がたまらなく嫌だった。ラーメン屋に住み込みながら石にかじりついてもプロになりたいという。いつものスパーリングでは相手のパンチを受けると自分のペースを見失う石橋だが、今日は得意の左ストレートがよく出た。中途半端な状態で故郷に帰れない。必死の気持ちで石橋は戦った。ラスト、ありがとうございました。14番、はい、今の練習で打てん左やったからな、はい、今のよう頭いい時は今の左な、はい、今の感覚な感じな、はい、頭いい時ナイスよ、はい、ありがとうございます。テスト、全日本新人王、そして日本チャンピオンと六車拓也は順調に出世してきた。誰にも負けない努力と練習量が彼を支えてきた。しかし技術的にはまだまだ未完成のボクサーだと西原トレーナーは言った。今はボクシングに燃えてると思うし、素晴らしい後輩にしてですね、なんといっても自分のためにまずとにかくもうボクシングかけてる姿勢がもうありありとはっきり分かりますね。人のためにやってるんじゃなくて、もう自分のために、で自分の目標をやっぱり世界チャンピオンと置いてるだけにね、やっぱり中途半端な気でボクシングをやってないいうことは絶対いいと思いますよ。いや、もう世界も日本も一緒だと思いますわ。彼の場合もう今もしか敗れたらもう終わりですからね。東洋も世界もそれどころの騒ぎちゃうし、せやから彼がやっぱり世界を目指してる精神力がねあることは、やっぱりもう日本も世界も一緒ですから、負けりゃもう終わりですからね。もうですから一戦一戦苦しいんちゃいますか。後がないから、自分は上を見てる人間ですからね、やっぱり今つまずくわけにいかないですからね。せやから非常に一戦一戦厳しいと思います。18連勝と日本では無敵のムグルマだが、世界の壁は厚い。これから頂上へ登り詰める一歩一歩が限りなく重く厳しい。公爵が多いんじゃ、はい、吉井大阪帝拳会長。吉井会長の夢は同時に2人の世界チャンピオンを育てることだ。渡辺とそしてムグルム。そんだけ頭かけばあかん。ミット受けてる時にならいいと見て頭かけばあかんと、こうなってお前これは受けても全部出せんよ。
はい、また。どう、そのぐらいや。吉井会長は西日本ボクシング協会会長も務める実力者。多くのボクサーを育ててきた指導は厳しい。はい、こんなんで打てるかいや、お前。そういうことちゃんと見て、ちゃんと足から、足から。足でバランスを取る、真ん中。おい、僕のが、見せるのが来ないな、ここ。来ないな、はい。この瞬間、もう見えてない。そうやろ、はい、来ないな。来や。来や。いつでも、どっからでも見て、どっからでも打てないから。どのタイミングでも。はい、僕のがこれや。ロープをかぶってんね。こぶのじゃん。このタイミング取ってんね、これ。それを言わんと分かった。膝で、膝はもぐるま、パンパン、もう一番の膝、一番の膝、一番の膝。むぐるまは現在近畿大学理工学部建築科の6回生。つまり2回落第したわけだが、今年やっと卒業にこぎつける。求めるようになってんの。ああ、X は、うん、うん、X と Y だから、床、ね、床面積はそれだけで考えたりするだけで。ああ、うん、単独で。黒川紀章のような建築家になろうとして入った大学だが、難しい建築学の数字の羅列にはついていけなかった。まあ、決めたんじゃね、だからそれは、当然かなり整理していかんと。大学生活に退屈したむぐるまはボクシングの道を選んだ。きめ細かく何度もやっていかないかよね。ボクシングの夢を抱いたのは中学生の時であった。小遣いでグローブを買ってボクシングの真似事をした。高校時代、世界チャンピオン具志堅に憧れた。ボクシング部のある高校へ入学したかったが、偏差値が少し足りず夢は果たせなかった。渡辺二郎は11月29日の熊本での世界タイトルマッチを目指し、激しいスパーリングを続けている。前回わずかの判定の差で WBC のタイトルを取った渡辺、今回のリターンマッチは苦戦が予想された。先輩、はい、今回の通知な、はい、はい、ありがとうございます。よし、しっかり頑張れる。はい、ありがとうございます。プロになって初めて名札が張り出される。よし、おめでとう。どうもありがとうございます。よかった、おめでとう、はい、どうもありがとうございます。これからまだまだ先長いけどな、はい、頑張ります。僕らもって頑張る、はい、だけどな、長かったも一歩一歩、はい、なプロテスト取らな、次行かない試合でやれへんから、はい、一つずつ目標持って頑張るよ、はい、よかった、どうもありがとうございます。頑張れよ、はい。ムグルマにも女性ファンが増えてきた。彼のどういうところに惹かれたんですか。笑った顔とか。どういう時の。いや、試合で勝った時の、もうほんま嬉しそうな顔しやんか。それはどの試合。チャンピオンになった時の、去年の11月29日。それどんな感じだったの。もう何とも言われへんような。それに惹かれてもずっとこう追いかけてるわけですね。いや、あ、はい。そう、自分の場合もね、こっち上がってないのな。当たってないの、向こう見られてるの、外れてるのね。いきなりこう、遠くが行ってるやんか。それで当たれたらさ、もうちょっとジャブをパーン、パーン、パーンってな、目くらもしちゃったらいいんで。もういきなり右にも全部な。もうこの向こうが分かってる、分かってるもん。この、来るの、来るの分かってるやんか。向こうが逃げようにしよう、ブロックしようやんか。ボクシング部がないため近畿大学附属高校時代、むぐるまはラグビー部に入っていた。今日はその同僚の結婚式だ。
本日は大変おめでとうございます。僕は新郎の、和田君とは高校大学と一緒に勉強した仲なんですけども、僕の方はまだ勉強が好きで大学の方へ行ってるんですけども、和田君はちゃんと就職されて、もう本日結婚なされて本当におめでとうございます。フルバックをやっていたムグルマは3年間補欠だった。団体競技は向いてなかったとムグルマは言う。それでは小倉さんから、試合と試合のわずかの時間がボクサーの休暇だ。厳しい練習の間思うのは、試合が終わったらあれもしようこれもしようと遊ぶことばかりだという。次の試合の相手が決まった。日本ジュニアフェザー級1位の大山英二だ。早くノックアウトして、まだ次の試合にね、やりたいですね、早く KO したいですね。大山君というのはどんなボクサーなんでしょうか。そうですね、まあ意外とリーチもありますしね、背丈もありますからね、ボクサータイプ、大体ボクサータイプですね。それにね、左のジャブのいいものを出しますしね、左ジャブから左のアッパー、それと右アッパーから左のフックですね。特にね、一番印象が強いって言ったら右のストレートでしょ。左のアッパーから右のストレート、あるいは左のフックから右のストレート、この右ストレートっていうのはいいものを持ってますね。日本ジュニアフェザー級第1位大山英二、15戦10勝に引き分け、うちノックアウトが6、必殺の右ストレートを持つ。具志堅、西条など4人の世界チャンピオンを生んだ名門の旧競泳ジム、今は海外タイムズと名を変えた名門ジムの所属。ムグルマとは56年度の新人王の同期生で、ムグルマがフェザー級なら大山はバンタム級、世界を狙う東のホープ。今のジュニアフェザーの選手でも、この挑戦者のランカーの中でも大山君がやっぱりいい選手じゃないですか、はい、タイトル取った時からもうこのウエイトで出てくるのは大山だけやいうことはもう初めから頭ありましたからね、はい、どこら辺が怖いですかね、今度の相手の。いや、大山もね、パンチありますからね、はい、切れたパンチ持ってますからね、ちょんちょんと打っていって生き抜いたらそっと打ち返してくる、やっぱり怖いパンチ持ってますからね、はい、絶対そういう息は抜けないですね、はい。ボクサーは試合相手が決まると俄然練習に熱が入る。特に今回の相手大山英二は最大の強敵だ。試合の1ヶ月前の11月5日、いよいよスパーリングが始まった。東京から当時日本バンタム級3位の田口誠をスパーリングパートナーとして呼んだ。いいですか、前でいいですか、はい、行きます、はい、行こう、よろしくお願いします。強敵大山を早い回でノックアウトしたい。なんとか世界タイトルが可能な実力を証明したかった。
激しい気迫で打つ左右のパンチが田口の顔面を捉えた。好調なスタートだった。59.4 です。1日どれくらい減るもんですか。 1.5 ぐらいですね。試合までの練習と減量のスケジュールが細かく決められた。ジュニアフェザー級のリミット 55.34 キロまであと4キロ。これから100グラムの単位で厳しく体重を落としていく。長い長い戦いだ。頭さえ大変なんだらいい。スパーリング後、ジムの固定カメラで撮ったビデオテープを見ながら、会長、トレーナー、ムグルマがスパーリングの内容を検討する。膝けどな、西原な。今の時、膝使いすぎたから、今度打たれへん。はい、上半身でやっとったら、あんま打てんねん、はい、ちょっとあの心持ち、膝使いすぎてる。はい、あれで。ああいうのひっついた距離の時、左のアッパーで軽にチョーンと起こして、はい、起きなんだ、もう一回チョーンチョーンチョーンと起こして、ベーンと打ったらいいんだけど、距離出るときね、はい、これはいい距離なんだよね、これな、今考えて外してるやろ、ね、いい。ムグルマは技術面でまだまだ欠点の多い国産。今のうち少しでも直しておく。会長、トレーナー、ムグルマの厳しい議論が夜遅くまで続いた。3分の1は床についていますね。そのためにはいつも快適な眠りをしたいものです。そこで忘れてならないのがこれ、パイマー枕。頭が蒸れず埃が出ないので衛生的。その上洗濯も簡単です。布団には気を使っているあなた、枕も考えたいですね。心地よい刺激、パイマー枕。シロアリによる被害が増えております。皆さん十分ご注意くださいね。お宅は大丈夫ですか。シロアリって本当に恐ろしいですね。でも今村シロアリにお任せになればもう安心。憎いシロアリもこの通り。さすが今村ですね。今村シロアリ信頼されてます。ソフィアの朝、ソフィアの朝、ソフィア。乳酸菌が生んだまろやかな味と香り、おいしい朝お届けします。ソフィアの朝、新しいおいしさ提案します。当時の日本フェザー級チャンピオン、車英次郎。今度の試合用に組まれたスパーリング相手の中でも最も強い相手だ。今回同じ日に車も防衛戦を行う。ワンランク上の相手とのスパーリングはムグルマにとっては苦しい戦いだった。6分の力で、ね、6分の力で、ね、押しくらまんじゅうや。6分の力やろ。前体打ち上げるの前預けてない預けてない。そうそう下がったらあかんねん。そう反対ね。手で押さんでいいねん。手で体預けて手で打てん。そう大丈夫。そうそれが見た目悪いんや。それは体軸足があるよ。押されるな。右はバランス軸足バランス。それをこのまま激しくラッシュする車の攻撃をかわしきれず、
ムグルマがリングで棒立ちになる姿が何度も見られた。最大の欠点、ガードの甘さが出たスパーリングだった。今の時自分が高いからしんどい。あ、これしかない。容器もらえない。危ないですね、試合では。難しい。距離を取るときはボールが相手の距離は、あ、自分のペースでやってるときはいいんですけどね、これバッと振られたらもう違う。あれ距離がね、近かったと思いますけど、今度逆なんですけどね、僕が今度詰めていかない今のはこう詰められてるんですけどね、今度逆ですからね、向こうがボクサーですけど、僕が詰めていかなあかんんですけどね、パターンは逆なんですよ。ちょっと半端な距離があったんで。そうですね、危ないですね。もうまともに容器もらいましょう。おさむの夜は